ね、ゲストでございます。世界で唯一チンド屋さんの伴奏で、明るく元気に気持ちよく歌っていただいております青木美香子さんでございます。こんにちは。近鉄百貨店のこのハルカスは、先ほど業務用の方のエレベーターとか来ておりますと、はい、百貨店の社員の方から ね声かけられて、はい、あ、そういったアート館に出てはった人やねって言われて、はい、びっくりしました。なかなかこの阿部の界隈のこのピンポイントで有名になってきておりますね。ありがとうございます。今日はね、夏の思い出ということで、普通の皆さん方だったら、ハワイに行ったとか、うん、それからね、南の方の島に行ったとか、リゾートに行ったとか、そういうお話になると思いますけど、私なんかはほとんど仕事以外で旅行をすることがほとんどなかったんですね。おかげさんでもってこの2回離婚したのもそれが原因じゃないかと思いますけども、会場がシーンとなっておりますけど、シーンで。でもまあその仕事を兼ねて日本中の津々浦々いろんなところもう山間僻地のね、村の方に行きまして夏を味わったりしましたけども、いろんな中でね、今日はまず最初にね、はい、港区の弁天町の近くのね、はい、阿蘇塩橋の近くの八幡屋夜の馬って言ったら、それはお話ししようと思っておりますので、ご期待くださいませ。はい、それでは今日の1曲目でございます。恋の季節。恋の季節。で東京に行って勉強されて、まあ、泉拓さんという名前、
いろんなね、実は CM ソングね、何百か何千か2000曲ぐらい作られたそうなんですけど、だからそう CM ソングの中には今陽子さん歌ったやついっぱいあるらしいですね。全然わからなかったです、ね、顔は出ないけども、はい、アスパラっていうのはね、はい、これはあれや、あっちの違う人じゃないけども、はい、アマチュさん、いやいや、もう一人ね、はい、急に痩せたりして、はい、ひろたみえこさん、ひろたみえこさん、急に痩せたり、僕は子供の頃パンパンに太って元気いっぱいのひろたみえこさん、はい、アスパラとか覚えてますけども、はい、今陽子さんはもう実はもう30曲ぐらい歌っていたそうです。やっぱりお薬な曲、ね、お薬ばっかり、はい、はい、私ももうぜひ CM ソング歌いたいなって思ってます。もう CM、はい、もう顔出なかったらね、もう顔出なくていい、声だけ聞いたら青木さんも20代前半に聞こえますよ。ありがとうございます。頑張りましょうね。はい、はい、それでは夏のお話をさせていただきます。今日もよろしくお願いいたします。